江戸山口の大江戸日記。一人やな、大変だな。全然強度の声ですけど、リードギター1本あっても何の意味もないってことだね。やっぱり俺たちはベンチャーで知ったのは、バンドっていうのは4つこう4人の音が重なってサウンドになるってことですね。今の曲だってイントロチャーッシンバルダッド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 ダカ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 ダかっこいいわけですよね。これ渚英子さんがハワイアン歌手から転向して昭和45年この曲でドンと東芝からヒットするわけですね。で、この後ベンチャーズは京都墓場、あの人の姿帰らないラララことがない河原町って、これで、で次長崎墓場、長崎は帰らない、これこの3曲好きなんですよ。うちの家でも東京ベンチャーズ、渚さんのバックやったことがありまして、この3曲、三木勝前言ったな、三木勝彦さんのお姉さんが川越でずっと大きなお店やってらして、それを閉めるって言うんで、今まで来てくれたお客様を招待してどっか大きいホールでやった時に、うちがバンドでゲストが西口君子さん、青い三角定規、それと中村愛子さん、虹色の湖俺はこの中村愛子さんの虹色の湖と渚優子さんの3曲と、それと西口君子さんルート66から歌ったのかな、それで伴奏したんですよ。であとアローナイツの木下さんが来て、彼はカラオケで歌ったのかな、その時にこの伴奏しました。渚さんの前も言ったでしょ、こうリハーサルやってたらいきなり俺のこと見て、渚さんが「江戸さん甘いおい、みんな甘いって言われたら切り締めていこうぜ」って言ったら、「そうじゃないの、こんなスイートな伴奏初めて、あそういう意味ですか、ありがとうございます」。俺のリードギターはやっぱりベンチャーズだけで寺内武さんの影響なんですけど、このこれやるじゃないですか、こういうフェイクっての、こういうのがね、なんか良かったらしい。俺はまあレコードからコピーして、うち4人しかいないからそれなりにこうアレンジしてやったんですけど、で渚さん喜んでくれましたね。前置きなくなりました。大江戸日記でございます。今日はね、何をやること考えたんですか。これやっとかないといけない、エレキかよ。こう欠落してるんですけど、もう一回整理しますと、昭和38年にベンチャーズが日本にシングル4枚入れてくるんですね。デルシャロンの悲しき街角のインスト、あと上を向いて歩こう、坂本さん九さんのすき焼きとか悲しき闘牛とか、シングルは4枚入ってくるわけ。これね、昭和38年この年三田明さんがデビューしてるわけじゃないの。白いのバラをで、船木和夫さんは赤い夕日が、だから御三家、船木さん、橋さん、三田、あだ西郷輝彦さん、西郷さん39年か翌年かで、三田さんは38年で1年早いんです。これ4人で四天王って言うんですけど、ベンチャーズが昭和38年4枚入ってきて、39年翌年の3月に「ウォークドントラン」入ってくる。ほんで7月に「パイプライン」とか、で38年の4枚のシングルで俺たちは「あ、なんだこのバンド」と。でもその頃だって頭は三田明さんとか船木さんとか、北原健二さんとかね、橋幸夫さんでこうなってるわけだから、そこへこれが急に入ってきて、えなんだこのテケテケっていうのがあって意識しだした頃なんですよ。39年ニセビートルズが来て、9月にね、後楽園アイスパレスで、40年になって
41年にビートルズ来るじゃないですか。で40年ぐらいからブルコメスパイダースが動き出すわけですよね。ところが GS としてバンと盛り上がるのは66年昭和41年からなんですよ。スパイダース、ブルコメ、それからワイルドワンズ、サベージ、シャープオークスで67年、昭和42年にタイガース、テンプタスでしょ。ということでこの昭和38年、9年から41年までのこの2、3年はどうなってたんだろうと。これ意外と面白いんですよ。ワイルドワンズなんてアマチュアからみんな集めて勝さんがやってるから練習中ですよ。まだ41年の11月デビューじゃないですか。ワンズはまだ41年の頭から懐かしくしてる。つまりグループサウンズの体系ってプロのバンド、ブルコメとかスパイダーさんもいたんですけど、多くのサベージとかまだアマチュア時代、40年、65年にベンチャーズでわーって盛り上がって勝ち抜き歴戦線なんてやって、そこからサベージだとかフィンガースとか出てくるわけじゃないですか。ところがこの秋の間どうしたかったレコード会社は、プロですからみんな、レコーディングスタジオミュージシャンはね。だから悪いけどさ、ギターさんね、ここでこのエレキを使ってこれやってって言えば譜面を渡せばすぐできるわけですよ。パッとその場で練習もせずにね、うん、もちろんこれは練習するしあるかもしれないけど、だからあの頃のエレキ界のグリスは全員がミュートしてない、こういうことなんです。グリスとしか書いてないから、まだ実際問題ベンチャーとライブで見てるとかじゃないんで、だってそういうことだと思います。でこれで最初に引っかかったのが64年昭和39年、早いんですよ。橋幸夫さんなんです。35年に17歳でデビューしてジョイタコマサで、なんと54枚目のシングル恋をするなら、覚えて、神様は知らないよね、生まれた翌年だからね。1964年54枚目のシングル夏に出ました。女のように燃えようよ恋をするなら、愛するならば、夜もバラ色、夜明けもバラ色、今日も明日も明後日も、あああああいいいいいいえええおおおおあいお、ほんのんのように燃えようよ恋をするなら、愛するならば、でディンディンディンダディンダボイエバデンダディンダディンダドンダダダディンディンディンドンダドンダダダドンダドンダダダジャン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 、こう来るわけですよ。早いんで、グループサイズよりも早くエレキを使った歌謡曲、まあ GS と違ってポップス系の匂いはないにしても歌謡曲もハッシュさん早いです。でこれコードが今までのハッシュさんのにない、ああいいいいいいえええおおおあいお、もうこんなのベンチャーズの影響ですよね。作曲者は吉田忠先生ですから聞いてますよね結構ね。でこれハッシュ幸夫さんロック4部作と私言ってる、恋をするならが64年8月でしょ。この年のね次の月にも出てる、ね、昔はすごいねローテーションがね、ゼッケンナンバーワンスタートだ、イントロがねチャッチンでしたよ。まだ録音技術がほら2チャンネルだから、なんかモーターマシンブこんな感じでね、キスしてやるぜ焼いてガララララヘアピンカーブグランプリレースゼッケンナンバーワンスタートだ、レッドチャチャチャカチラチャチャドチャ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 、調子いいんですよこれ。走りながらね、車の中で聞くと結構ね、俺は嫌いじゃない。これ2曲でしょ。で59枚目で54が恋をするなら、56がゼッケンナンバーストートだ。で59枚目がチェッチェッチェですよ、うん、チェッチェッチェはね日本で初めてのアクションをつけた歌、当時ハンドマイクじゃないんでこういう三八の弁当箱マイクじゃないですか。で歌詞がそこから離れられないです。で橋さんが変わってたじゃないですかね。
でピンクサーモンチェチェチェ、すごいアクションだとテレビ見てと思ったんだ。どんな歌だったっけな。天気関係ないんですけど、忘れちゃいなと風が吹くだ、諦めちゃいなと雪は、似てんだろこう、さきちらと見つけたあの子、なんとかかんとかたったらた、ピンクサーモンチェチェチェ、やけにパリとしてきたぜか、橋さんもうね、昭和30年にこんな曲3曲出してるんで、それで翌年ベンチャーズが来た年1月じゃないですか、その2月に出したのが恋のインターチェンジ、ここまでをロック4部作って言うんですけど、これは俺今ネタでやってます。首都高速道路ができたんですよ、昭和39年東京オリンピックで5号線までね。よし、首都高の歌を作ろうと思って、作詞も頑張るじゃないですか。首都高ってよく知らないじゃないですか、まだできたばっかで1年だから。でこんな歌になるんで、戯れの恋が本気になっちゃって、愛しさ募って千里一里、長いね、中学ね、恋のインターチェンジ、まっすぐ行こうか曲がろうか、それともこのまま戻ろうか、そんな高速道路はない、逆走はしちゃダメだ、今にして思えば逆走の発想がこの時にあったんだと思うぐらいで、まっすぐ行こうか曲がろうか、それともこのまま戻ろうか、首都高はできないですからそれね、それは U ターンできないんですから。ということで、まだグループサンズがどっと出てくるちょっと前、昭和39年40年にもうすでに歌謡界はエレキ歌謡、これポップス歌謡って言うんですけど、橋幸夫さんに至ってはロック4部作恋をするならセンチメン、ゼッケンナンバーワンスタートだ、チェッチェッチェ、だから恋のインターチェンジで、この後スイムってリズムが出るんですよ、あのスイムスイムスイム、こういうね、そうで、これであの子と僕スイムスイムスイムって曲を出すんです、橋さん。これもリズム歌謡なんですね、完全なエレキ歌謡なんですけど、これね映画化になったんだよ、俺なんか見たんだ昔ビデオで VHS かなんかで借りてきて、加山よし子さんが大学の後輩で夏休みに貸しボート屋のアルバイトをしてるって設定なんですよ。でその後輩の加山よし子も一緒にいると、そうするとね、オムニバス版になっていて、4人出てくるのかな、3人かな、4人だと思うけど、先輩ってやっぱり毎年こうやってアルバイトもう何年やってんですかみたいな、もうやってるよ4年ぐらいやってとか言うと、思い出の女性って言いますかみたいな振りがあると、赤いスポーツカーに乗ったオープンカーに乗った夏純子さんがバーッと来て、これが1話で、また戻ってきて、他にはあった山田君と白いスポーツカーに乗って、これが例えば桑野美雪さんだったりとかね、で そんなのがこうずっと続いて終わるんだけども、なんとこのオムニバスの頭にバーッとその付き合った女の人が車で登場するんじゃないですか。登場した時には忘れちゃいな、恋をするのがかかるわけです。で次の女の人が登場する時はチェッチェッチがかかるわけです。で次の女の人が登場する時はあの恋のインテージチェンジがかかったりする、そういうオムニバス版の本当にくだらない映画で、このあの子と僕スイムスイムスイムって紅白で歌われてるんですけど、あのダンタタタタタン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 タタタタタンタンタンスイムスイムスイムで踊る渚は子、ここ半音なんですよ、これ難しいんです、みんな渚はってめいく、ここはすごいですよ、スイム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 で踊る渚はあ、ほら失敗した。渚は恋のパラダイス、ダンツタタタタンツンタンタリダリダラダン、すべて渚に来たもの、の炎のような波が白く覆って、来てくれ、イエ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 イ、来てほしい。
水水スイムスイム娘感じられないよ一人では可愛いイエ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 イなんだっけなイエイエイエイスイム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 で踊ろう渚は恋のパラダイスドラティンダラドンドラドンチャッチャッドラティンダラディンダラドンチャッチャッこれを紅白で村田秀夫さんも南さんもいるんですよ着物ですよ2人それを司会者が白組だらけさあ皆さんでこのスイムをやりましょうって言うんで橋さんが歌うじゃないですか全員が後ろに並んでスイムスイムスチャッチャチュンチュラチャンチャラ俺見ててさおかしいと村田さんと南さんがさすねて渚に来たもののほののよこれスイムスイムスンチャンチャンスイムで踊るのとかなんかね他の人は若い人だったけど、うん、北島さんもやってたんじゃないかこれ、うん、笑ったねあれはねだから昭和40年だだから39年から昭和40年の間にロック4部作とこのスイムスイム出してるすごいもう俺は目に焼き付いてますから村田さんと宮内さんがこれもねスイムスイムこれ前足出すんですよ難しいけどねあのねスイムスイムスこれやるんですよタラタンタラタンタラドンジャンジャンタラタンタラタンタラドンジャンジャン笑ってる弁当箱すねて渚に来たもののちゃんちゃんあれはウケたなエレキ歌謡、うん、今日は橋幸夫さんのお話だけで終わりますなぜかったら本当はね三木勝彦さんもやりたかったんです西郷輝彦さんも三田明さんもやりたいけど時間がないじゃないですか、ね、今日はだから橋幸夫さん事件があったんだのぞみが生まれた年だよ昭和38年に金沢市石川県の思い出した思い出したコンサートやってたの橋さんが後半の方に暴漢が軍刀を持ってステージまで切り替わったんですよでマネージャーも切られたで春のピーチパーツさんのパーツさんの後ろを切られたので橋さんは昔ボクシングやったじゃないですか若い頃ボクシングばっかりやってるからお母さんが心配して遠藤実さんの歌謡教室に通わせたって経緯があるんでそれは歌手のきっかけだからねでそのボクシングやってたから日本刀来た時に橋さん左手で掴んだんです日本刀刀身をで、この刀身を絶対離さなかった後で鼻緩めたら抜かれるから指全部なくなると思って全部止めたそれで結局暴漢取り押さえられたんだけどもその時後で記者会見でボクシングやってたのは役員たちがしたって言ってるんだけどその時の傷で橋さんね左小指が伸びないのだと思います今日は、まあ、英気歌謡についていろいろ話をしましたがレコ大2回撮ってるんですよねそう、うん、何1回目はあれですよ、ね、昭和37年の橋幸夫じゃあまだ橋さん19か吉永小百合さんとね星よりひそかに雨より優しくいつでも夢を、ね、これが撮ってるじゃないですかで41年撮ってるんだ無表無表高いな、出前じゃん無表無表これも高いね思い出は帰らないティンタンテンタンジャンジャンジャン遥かこれなんで撮ったんだって言われたんですねこれだけ表が入ってレコ大撮ったのに無表ってのはどういう意味だって言われてね結構話題になったんですよ本当ということでまとまりなくなりましたがエレキ歌謡というのがあったよとしかもその橋幸夫さんなんかはまだグループサンズが出る前の昭和39年64年から65年にかけてロック4部作とかスイムを出してるというリズム歌謡これは特筆に値すべきかなということで、ございました大江戸日記でした